どうも、連続起業家ライオン兄さんです。誰でもセルフ年金が作れるお金の学校というテーマでチャンネルを運営しています。今回のテーマは同一労働同一賃金とはについて解説していきたいと思います。で、同一労働同一賃金という法改正が2020年4月から施行されます。で、同一労働同一賃金とは簡単に言いますと、正社員は派遣やパートと同じレベルの賃金になるということです。で、この同一労働同一賃金は全ての人に関わります。で、会社員の方はもちろん経営者の方にも関わりますので、どうぞ最後までご視聴ください。はい。で、内容を見ていきたいんですけども、ここに書かれている通り、簡単に言うと正社員特権が廃止されますよと。正社員だから今まで賞与があった、こういったものは、カットされる可能性があります。反対に非正規雇用者は待遇がアップする可能性があります。で、なぜこのようなことになっていったかといいますと、海外、特に欧米では、業務の内容で給料が決まると。例えばアメリカとかではいろんな国籍の方がいらっしゃるので、そういった性別とか民族、雇用形態などで、就労の差別をするのを禁止しています。これは法律で決まっているので、で、今回日本でもそれと同じようにしていこうという動きです。同一労働同一賃金とは基本的な人権を守ることだということが言えます。はい。で、これは厚生労働省から引っ張ってきたグラフなんですけども、諸外国のフルタイム労働者とパートタイム労働者の賃金水準ということで、例えばフルタイム労働者の賃金が100万円とした時に、パートタイムの方はどれぐらいもらってますかということで、例えばフランスとかであれば 89.1 万円、スウェーデンは 83.1 万円で、ドイツは 79.3 万円ということで、どこを見てもパートタイム労働者でも 7,8 割ぐらいは、お給料をもらっていると。それに対して日本は 56.6 万円、半分ぐらいしかパートタイムの方がお給料をもらえてないと。同じ仕事にもかかわらずもらえてないということで、これはちょっと問題ですよね。ということで、今回このような法改正がされることになりました。日本では正社員と派遣社員で給料が大きく異なることがあると。で、裁判が起こったりして問題になっていましたよと。同じ労働であれば賃金だけでなく手当、さっき言った賞与とかですね、も同じする法律が2020年4月から施行されます。で、日本郵政では先立って手当が廃止されています。労働組合からの正社員と非正規社員の、待遇是正を要望した結果、正社員の待遇を下げ格差を是正したと。非正規社員の待遇が上がったわけではなく、正社員の待遇が下がったということです。で、今後どうなっていくのかっていうことなんですけども、正社員の待遇が悪くなる可能性が大いにあります。反対に派遣社員、非正規社員の方の待遇が良くなる可能性もあります。全体的には人件費がかかるので人員削減が加速したり、あるいは残業や賞与などの手当の削減が入る可能性があります。それによってどうなっていくのかっていうことなんですけども、年功序列による昇給がなくなる、終身雇用が崩壊しつつある、45歳以上でリストラが加速するのではないかという懸念があります。では、こういった問題に対してどう対応していくのかっていうことなんですけども、一つは今の会社で働きながらスキルアップしていく、会社でちょっと給料を上げていくのは今後難しくなっていくので、転職などしてキャリアアップして給料を上げていく方法が一つ。それから二つ目、会社で働きつつ別のスキルを身につけるということで、副業したり独立するっていうのが、私個人的にはおすすめです。で、三つ目に、こういったことには慌てず何もしないという方法も一つあります。で、ほとんどの企業は、この4月に向けて準備中であると。で、正社員の賃金、手当、残業がカットされる可能性があります。非正規社員の待遇をアップする傾向で、正社員で、安泰な時代はもう過ぎ去っていますよと。自分自身で稼げるスキルをしっかり身につけて、会社に依存しすぎないということが重要であると私個人的には考えています。で、すでに厚生労働省のホームページに同一労働同一賃金の特集ページが組んでありますので、説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひ確認していただいて、今後どういうふうにやっていけばいいのかとか、内容っていうのもしっかり確認しておいていただきたいと思います。私の YouTube をご視聴の皆様に長期投資の教材とビジネスで不労所得を作る動画を無料でプレゼントしています。詳細につきましては説明欄をチェックしておいてください。以上で今回の動画を終わらせていただきます。よかったと思われた方は高評価ボタンと、あとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。